皆さんこんにちは、第一産業です。今回はネジの基礎1、ネジという部品の各部名称や有効形というちょっと分かりにくい概念について解説したいと思います。ネジは身近な言葉ですが、ネジという仕組みを指す場合とその仕組みを利用した部品そのものを指す場合があります。部品として有名なものはボルトやナット、木ネジなどです。これらは主に物と物を締結、固定するために用いられます。まずはよく使われるおネジと目ネジの説明から。おネジは円筒や円錐の外側にネジ山があるもので、ナットとセットで使うおネジをボルトと言います。おネジのネジ山の一番高い部分の直径が外径または予備径です。ネジ山の谷の直径が谷の径です。目ネジは部品に円筒や円錐形の穴があり、内側にネジ山があります。ボルトとセットで使う目ネジをナットと言います。目ネジのネジ山の一番高い部分の直径が内径です。ネジ山の谷の直径が谷の径です。ネジの用語として他にはピッチ、これは隣り合うネジ山同士の距離です。ネジ山の角度は名前の通りです。一般的なネジのネジ山の角度は60度が多いです。そして有効形ですが、これはネジ山の幅とネジ溝の幅が同じになる部分の直径のことで、ネジの精度に関わってきます。おネジと目ネジの有効形の差が小さければ精度の高いネジ、おネジと目ネジの有効形の差が大きいと精度の低いネジ、つまり隙間が大きくガタつきが多いネジということになります。一般的なネジゲージはこの有効形を検査し、ネジの精度を管理しているのです。いかがだったでしょうか。今回はネジの基礎1、ネジの各部名称と有効形について解説しました。ご視聴ありがとうございました。